2日まで3日まで2日まで準備する。これは私たちの政治家で出したり、まあ、みんなのナンバーはそのまま廃車しちゃうと、新聞ナンバーがなくなっちゃいますから、廃車はしないです。まあ、こちらもナンバーついてます。で、各コーナーにやってやるんですけど、あの、ちょっと重たいかもんで、まあ、私、ゆうちゃんの大ファンなんですよ。ただ、ゆうちゃんのグッズってなかなか出せないんですよ。なかなかないっていうかね。まあ、これからちょっと拡大していこうと思ってますけど、なかなかつまらないっていう。で、こちらのね、模型か。ということで、あの有名なホーネットです。これは15年、製作に、設計で2年、製作13年、はい、15年かかってます。はい、それだけの人数で、あの迷彩会っていう会で作りまして、50分の1です。乗ってる飛行機も当時に同じ整列でしてあります。16機。新島コンビの後、すんですね。映画でじゃあ出てきた。そうです。やつですね。あの、うちにあります。あのアメリカと NHK で合作で作った資料、本当はあの時間ある人にね、見せてるんですよ。これ明細券で作ったやつなんですけど、みんなあの一気ものすごい時間かけて作ってる。で、あの資料が全部あるんです。この飛行機はどこの隊に所属してて、パイロットは誰が乗ってたという資料がこの一機一機にあるんです。あ、そうなんですか。そういうことで制作してるんです、はい、これ。そういうね、例えばその辺にある日本で最後の新型機、ヒエってあるんですけど、そのヒエも搭乗者が乗ってますね。陸軍の244戦隊にて市川隊が乗ってたやつなんですね。そういった資料もあります。ただ組み立てたやつじゃないですから、塗装は、例えばこれ制作した人たちが塗装して作るんですから、ちゃんとパイロットも人間を乗せて、みんなと乗せてありますね。今度小さく見れば中に乗ってますね。本当だ。で、これはでも実話です。これは日本の有名な坂井三郎さんの実質です。名パイロット、撃墜王。千葉県の印旛の町が多くて、中野松見五丁がパイロットですね。飛燕、初めて航空まで B29 の高さまで上がれるようになった新型機、だけど落とせなかったんですね。だけど体当たりして結局この B29 は千葉県に墜落です。これは唯一松戸に B29 が落とした焼夷弾です。燃えた欅の木とか実際に燃えたやつです。当時霞ヶ浦海軍病院、病院内を散策してたらいろんなものがこう私発見したんですね。昔の海軍のマークで、これなんだおかしいなと思いまして、院長先生に聞いたところが、よく分かりましたねと、ここは海軍病院です。西の呉、東の霞ヶ浦で、二大海軍病院。で、これは昭和16年に作ってきたんですよ。で、10月に勃起したんです、この海軍病院。で、その年の12月に真珠湾攻撃。で、その時のやつで、重傷者、負傷者がたくさん出るために作るんだって。真珠湾攻撃はもうかなり前から計画したんですね。で、真珠湾攻撃して重傷者が出ると、いうことで、海軍はここに1300名も収容できる病院を作ったんです。ですから20年終戦ですね、もう8月に終戦で、12月には国立霞ヶ浦病院って民間の病院にしたと、本当のその戦争のために作った病院、大病院ですよ、膨大な敷地で。そうですね、私の子に20日間の子に入院しましたね。でいろんな話をしましたところ、あの病院でもちょっとそれを紹介したいって話をしたら、
もう先生が4人ぐらいで来ましてね、はい、資料を持ってきまして当時の。そうなんですか。あのお願いしますということでね、はい、知らない人が多いから、はい、もしできたらうちの一角でこの当時のものをね、はい、ちょっと知ってもらいたいからということで、まだそうあるんですよ。で周りの教会の石は海軍って書いてあるんですよ。私がこれ中を散歩しながら写真撮ったんですけど、すごいその昭和20年ですごい設備なんですよ。こういうの普通まだないかな。やっぱりそのね、海軍で作っただけあって、手術室だとかね、大事なところは地下ですね。昭和16年ですから、はい、まだまだ日本は絶対負けないと。あで真珠湾攻撃を潜水攻撃した、はいはい、だけどその時重症者が出るだろうと、あいう予測のもとに作ったんですよ。で終戦と同時にすぐ取りやめして一般の病院にしちゃった。